こんにちは、アミです。本日はゴッドガンダムのおすすめサブ一覧ということで、やっていきたいと思います。ガンダムコラボがね始まりまして、結構環境最強リーダーとして、食い込んできているゴッドガンダムにね使えるサブを、スキル別にまとめてきましたので、こちらを見ていこうと思います。はい、まずちょっとねゴッドガンダムのリーダースキルとかね性能をおさらいしたいと思います。変身キャラですね、236ターン変身でスキブが4持ちです。で変身後こちらリーダースキル操作時間12秒固定の火の2コンボ以上で受けるダメージを 80% 軽減、火の3コンボ以上で攻撃力が55倍、4コンボか3固定1ダメージとなっておりまして、まあ特徴的なところで言えばやっぱり陽の加護を持っているので、まあ今、最新のダンジョンである新百式とかだとかなり、強く使っていくことができます。まあ、このゴッドガンダムにどういうキャラが入っていくのかを見ていきたいと思います。でその前にちょっとだけ、言いたいのが、リーダーですね、相方がどうなるかなんですが、まあ、基本的にジャスティスガンダムの転生かインフィニットジャスティスガンダムですね、ダリルバルデ、こちらですね、これもリーダースキルが火の2コンボになっているのと、もしくはシャナを2体入れて使っていく形の編成も見ますね。まあ基本的にゴッドガンダムを使おうとしたらここの、3つのキャラと合わせるのが、主流になっておりますね。はい、という前提でですね、サブを見ていきたいと思います。まずは覚醒無効消せない回復薬です。いつも通り、図鑑ナンバーが黄色くなっているのが特におすすめといったキャラですね。はい、まずエルディアブロから見ていきましょう。エルディアブロはまず変身時にターンヘイストがありまして、覚醒には陰の加護と熟成があります。まあ陰の加護なのでね、ゴッドガンダムの陽の加護とはちょっと相性が悪いんですけども、まあ熟成がかなり今強い覚醒となっていますので、まあ、特に長いダンジョン行く場合にはかなり強いかなと思います。そして回復ドロキョウも3つですね、プラスを3つ持ってくれているので、もともとジャスティスガンダムと合わせる場合かなり回復力高いんですけど、まあ、さらに安定性を増してくれるエルディアブロですね。そしてスキルも3種全回復にルーレット生成と操作時間延長、まあ、操作時間延長は、まあ、固定なのでね操作時間が関係ないんですが、まあ、ルーレットも返せる役としてかなり優秀となっております。はい、そしてジントニックとかはですね、まあ一応ね属性的には相性が悪いし、まあ陰の加護だしっていうところはあるんですけど、まあそもそもねさっきも言った通り熟成の覚醒が強いのと、まあ、サブの上限値50億というところもね、強みですね、ジントニックの。まあ、自分の副属性もカンストできると思うし、まあ、変身キャラの、ね、上限値を上げたりすることもできるので、場合によってはジントニックとかも入ってきてもいいんじゃないかなと思います。はい、そして、黄色文字になっているダリルバルデですね、こちらもガンダムキャラですが、まあ、リーダーになる場合もあるんですが、まあ、サブに入る場合も全然あるかなと思います。特徴で言えば、まあ、スキブが4と回復 L を持っているのでスキブ最大7になれますかね。で超覚醒含めると9ぐらいかな、なれて、で L 字を持っているので、まあ、スキブが足りていれば潜在アシスト無効回復として使うこともできます。でスキルは3種全回復に、最大 HP 2倍上限値が60億となっております。まあ、火力覚醒的にはねちょっと控えめなので、まあ、他のキャラのエンハーだったりねが欲しいところではあるんですけども、まあ、最大 HP 2倍も意外と強いですね。はい、そしてアーニャですね。アーニャはまあスキブ6っていうところが偉いです。で操作負荷も素で持ってくれていますし、スキルも3種全回復で、まあ、落ち込み余地はいらないんですけど、まあ、バランスタイプのエンハンス、まあ、バランスタイプは少ないかなとは思うんですが、まあ、デバフを返せる役としても使うことができます。はい、そしてレイランバードもですね、まあ未だにかなり強いですが、進化スキルの1段階目が2ターンヘイストで、回復ドロキョウもたくさん持ってくれておりますし、まあ、属性としてもね相性がいいですし、まあ、火力も別に出ないことはないので、とてもいいキャラだなと思います。はい、そしたら無効貫通スキルのキャラを見ていきましょう。では早速黄色文字のジャスティスガンダムから見ていきましょう。こちらはですねリーダーになるジャスティスインフィニット
ジャスティスガンダムの方ではない、ベースのジャスティスガンダムですね。こちらスキブが4に回復 L がありまして、スキブ最大9になれますね。まあでも超覚醒基本的に浮遊にして、火力出すようにするパターンが多いかなと思います。でスキルが3ターンで無効貫通が打てまして、でプラスね、エンハも上限解放もあるので、まあこれ持っていたら結構ね、採用したいです。まあただ転生の方のジャスティスガンダムと合わせる場合、自陣で3必要になるんですよね。転生の方を、まあ、ループしていくようと、まあ、76マスとしてね、このベースのジャスティスガンダムも使えるので、まあ、自陣で3体いるというところでかなり、まあ、編成難易度というかねは高いんですが、守ってたら入れたいキャラではありますね。はい、そしてクリスマスカコートンです。こちらもね、意外と使われているパターン多いんですが、まあ、火力枠というよりも、耐性がそもそもですね、暗闇毒完全耐性漏れて、で L 字も持っているのでアシスト無効回復役としても使うことができます。その上でですね、無効貫通が3ターンに1回打てて、で闇ドロップ消せなくなるので、まあ上書きとしても使うことができるというところで、結構いろんなね役割を持ってくれるカコートン、夏休みじゃないクリスマスカコートン強いです。はい、あとはクライブですね。クライブ、変身する方のクライブですけども、こちらまあたこ焼きがあるというところで相性的にはかなりいいですね。そして自身も火力が出ますし、5ターンに1回打てて、2ターン継続の無効貫通スキルなので、これはかなり強いですね。まあ、最近ね、3ターンに1回打てる無効貫通スキルとかで2ターン継続なかなか少ないので、まあそういう意味ではクライブ結構唯一無二というか、火力も出て無効貫通に、2ターン継続だと、かなり、優秀かなと思います。はい、そしてバルバトスなんですけど、バルバトスはね、まあ、若干ね、まあ、癖ありで HP が1になるっていうスキルがあるので、まあ、トゲを、かなり生成してくるダンジョンとかだと、まあ、厳しいかなと思うんですが、まあ、転生のジャスティスガンダムとかと合わせる場合、回復力がかなりあるので、まあ、自傷のスキルがあっても、回復しきることはできるかなと思います。まあだからダンジョンによっては使ってもいいかなっていうところですね。はい、そして、野球部のソニアなんですが、こちらも7強プラスを4つ持ち、浮遊があるので、まあ、しっかり火力が出る上に、こちらに関しては3ターン継続の無効貫通スキルです。はい、そしたらダブル吸収見ていきましょう。黄色文字のギルガメッシュからです。ギルガメッシュですね。こちらはですね、耐性2種持っております。お邪魔と毒目覚め、毒完全耐性ですね。そして、L 字も持っていることでアシスト無効回復役もできます。そしてスキルロック解除、非生成にダブル吸収無効1ターンです。まあ、1ターン継続なのでちょっとねそこは気をつける必要はありますが、まあ、聴覚性で操作負荷とかも選ぶことができるので、かなり耐性を、耐性をね補えて、まあ、アシストとかもね解除できるってなるとかなり優秀です。はい、そしてデスアーミーですね。デスアーミーは、リーダースキルがそもそも76マスなので、私はね76マス起動役としても使ったんですが、まあ、スキブがそもそも、ねスキブが4つありで L 字が2つですね。 L 字プラスが2つありますので、アシスト無効回復としてはかなり優秀ですね。一発でかなりのターンのねアシスト無効を回復することができながら、スキルではダブル吸収無効1ターンとマシンタイプのエンハンスがあります。まあ、エンハ回数役としてもかなり優秀です。はい、そしてロベニールですね。ロベニールはですね、まあ、もともと使われているキャラではありますが、こちらも L 字を持っていて、まあ、熟成も強いです。そして5ターンに1回とね若干重いんですが、まあ、1ターン継続のダブル吸収と、まあ、76マス、盤面変更ですね。まあ、ちょっとねダブル吸収役としてはターンが重いので気をつけなきゃいけないですが、76マスも同時にケアしてくれるというところが強みかなと思います。はい、そしてダブルゼータガンダムです。はい、こちらも76マスリーダーなので76起動役としても使うことができます。
スキブは4で回復Lを持っておりまして、お邪魔の完全耐性持っているのも偉いですね。聴覚性で浮遊をつけることもできまして、スキルは7ターンで、2ターン継続のダブル吸収無効エンハンス、7、6マスで自身の攻撃力が3倍。まあ結構ねモリモリなので、スキルターン的にはちょっと長めなんですが、まあさっきのロベリールと同じように、その分強い、まあ書いてあることはかなり強いし、できることも多いよっていった感じですね。はい。そしてヒソカなんですが、こちらも、まあ9ターンという長いスキルではありながら、威嚇がさせるのと2ターン継続のダブル吸収に7、6マススキルも持っています。で一応ね、まあ、強化が入ったりして超コンボが 1,2,3,4,5 個持ちかなとなっておりますので、まあ、一応ね火力も出るといった形です。はい。そしたら最後76マスにするね役をね、見ていくんですが、まあ、基本的に、まあ、今紹介した中で出てきたキャラもいるんですけども、まあ、そこはちょっと飛ばしていこうかな。まあ、なるべくね、まあ、今まで出てきたキャラで選んでくれると、まあ、強いというか枠がね1個減るので強いかなと思うんですが、まあ、出てこなかったキャラで言うと、クリスマスじゃなくってハロウィンチャコルですね。はい。こちらリーダースキルが最初76マス、最初というか76マスで、まあスキルに関しては回復力とリーダーとフレンドの攻撃力が2倍に消せないドロップを回復ということで、まあ、ちょっと役割としては、まあ、中途半端というかね、まあ、覚醒無効まであったらかなり強いんですが、まあ、そういうところは他で補う必要があるので、まあ、ちょっと編成は難しくなるかなとは思うんですが、耐性もお邪魔完全耐性だったり聴覚性でも暗闇を補うことができます。はい。そしてさっき召喚した形態とは違う方のヒソカですね。こちらもリーダースキル76マスです。で LG を持っているのでアシスト無効回復にもできますし、素で創造負荷持ってるのかなり偉いですね。そしてスキルはロック解除にランダムルーレット、操作時間2倍、攻撃力2倍、受けるダメージを 35% 軽減。まあ、意外とねゴッドガンダムはやっぱり軽減がかなり強いので、あんまり軽減ループをねそもそも必要としてないリーダーではあるのでね、またそこが、採用が難しいところではありますが、まあ、悪くないかなとは思います。はい。あとは梅丸かな。梅丸は無効貫通火力が出るキャラなので、まあ、ちょっとそこのね採用はまた編成によっては難しいんですが、スキルも強いんですよね。3ターン3種全回復に76マスをと全ドロキョですね思ってくれておりまして、まあ、変身時も3ターン威嚇なので刺さればね、かなり強いです。はい。といった感じでですね、以上スキル別のゴッドガンダムおすすめサブでした。しばらくはねかなり強いキャラだと思うので、編成を組む際、こちらの動画を参考にしていただければなと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。